ヘルマン・ケーベス、ヘルマン・コバス・フォン・コベシャーザ、ケベッシュ・ハーザ男爵ケベッシュ・ヘルマンは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。最終階級は、陸軍元帥。トランシルバニア地方のティミシュアラデシカンの家庭の、息子として生まれる。父・アルビン・コバスは、ザラ出身のハンガリー人、母、ジョアンナ・レジーナ・スター・ジングは、ドイツ系トランシルバニアザクセン人の家系であったが、 宗教はカトリックではなく、プロテスタントだった。陸軍士官学校を出て、父と同じく士官の道を進む。1882年のダルマチア地方で起こった兵士の反乱鎮圧に参加。これにより、受訓するが、この頃から皇帝フランツヨーゼフ一世に目をかけられ、1898年には皇帝の推挙により連隊長になっている。 オーストリア・ハンガリー帝国は、旧来の貴族による支配階級を依然強く残したままで、それは軍部でも同じであった。オーストリアの支配階級はカトリック勢力であるから、この点でも非カトリックの彼の任官、それも早い昇進は異例であったが、1912年にプロテスタント改級への騒動にたまたま居合わせた彼は巻き込まれ、 トランシルバニア総督が彼を告発、上層するスキャンダルに発展する。この時は彼に目をかけていて、好意的だった皇帝のおかげで、軍団長にまで昇進した職位を追われることはなかったが、間もなく第一次大戦が開戦しても、彼はその職位のまま、第十二軍団を率いることになる。第十二軍団は、エイドアルト・フォンベーム・エルモッディの第二軍に属し、 ブコビナ方面のロシア第8軍と対峙するが、友軍の第3軍が、味方が来るまで敵を引きつけつつ待機するような連携を、図ることなく、劣勢のまま切烈な攻勢に出て敗走し、第2軍もなし崩しに応戦して、結局敗退する。この一連の敗北は、ガリツヤ方面のオーストリア軍全体の敗北に、繋がる。ヘルマン・ケイベス元帥とマッケンゼン1915年。 ケーベスを指揮官とする軍が新たに編成され、アウグストフォン・マッケンゼンらドイツ軍によるゴルリッツへの大攻勢に加わる。土涛の進撃は9月まで続き、続いてマッケンゼンがセルビア攻略の任命を受けると、ケーベスも同じくバルカン戦線に転戦し、セルビア占領、モンテネグロ攻略、アルバニアに侵入し、当時の首都ドゥラスを占領する。 球体を引きずったオーストリア軍首脳部の指揮下よりも、ドイツ軍と行動を共にした方が、彼にはより活躍しやすかったのかもしれない。1916年、前年より、イタリア王国と交戦状態になっていたオーストリアは、チロル方面からの攻勢を計画し、K ベストダンクルの軍を配置し、国境東側で、陽動作戦を行ってから攻勢に出る。ドイツ軍のベルダンの戦い届を、 同じくして、攻勢は順調に進んでいたが、王戦に苦しむフランスとイタリアは、ロシア帝国に東部戦線での攻勢を要請し、応える形で、ブルシーロフ攻勢が開始される。これにより、オーストリアの東部戦線は新戦術に迅速に対応できず崩壊し、チロルの南下攻勢は中止され、軽蔑の軍団は東部戦線に引き抜かれる。 それでもロシア軍の勢いを止めることはできず、ケーベスの軍はカルパチア産無役まで退く。オーストリアは連合国の策に完全にはまってしまい、何も得るところなく大損害だけを出す結果に終わった。また、ドイツ軍もベルダン攻勢を中止せざるを得なくなった。10月、東部戦線の第7軍の司令官プフランツァー・バルティンが降鉄される。先の攻勢の被害で、 相当数章を申したオーストリア軍にはドイツ軍兵士が多く補充されるようになり背景にはドイツ兵とこの司令官が対立関係にあったことが大きく公認にケーベスが任命される帝国と王家に忠実な前司令官よりもケーベスの方がドイツ兵と相性がいいと判断されたからかもしれない年を越してロシア革命が起こるとケーベスは ブコビナ地方の奪還を企て、これに成功する。この功によりケーベスは元帥に昇格する。その後ロシアは戦線を離脱し、オーストリアは部分的に勝利を得るが、前途は明るくなく、フランスとの急戦交渉は不調に終わり、1918年、ケーベスが配属されたバルカン戦線も終結の見通しは立たず、それどころかギリシャ中軍のフランス軍がブルガリアを攻撃すると、 ブルガリアは死は叩く間に降伏、脱落し、事態は一気に安定する。ケーベスは前線を引き下げ立て直すための準備中、皇帝カールからの退位の知らせを受ける。同時にその知らせで、国防総司令官に任命され、南ドイツに移りそこに本部を構えるが、動員できる自軍は敵国軍に捕捉されて、ほぼ消滅状態で、帝国は、 内部の分離独立運動の湧き上がりを抑える術はなく、ハプスブルク帝国は事実上解体していた。同盟国側が全面降伏の翌月12月に、ようやく総司令官の地位を退任、そして退役した。ありがとうございます。